久保さん、今回、ハゲにしましょうか。久保さん、いいっすね。ハゲ、ハゲそうもないっすね、久保さんね。僕は、どんどん薄くなってますけど、不平等ですね。<laughs> ね <laughs> ハゲる人もいれば、ハゲない人もいる。不平等ですね。<laughs> 何も多分、久保さん、育毛剤とかなんか、別に手入れしてなくても、多分、勝手に生えてくると思うんですけど、僕は勝手に抜けてくますね。不平等ですね。 だいぶハゲてきたなぁ。すごいないですか、これ。ね久保さんね。<laughs> なんか、スズメの巣みたいですね。まあ、今回、ハゲにしましょうか。はゲ。<laughs> うーん。あの、久保さんが言った通り、あのー、なんだろうな。指を刺したところで、まあ、何も変わらないってことですね。うん。まあ、でも多くの人は、その不平等に対して、あのー、 指をすすだけけなんですけどいや不平等を受け入れるっていうことも大事なのかなと。で、前、その僕はハゲなんで、ハゲの人がね、言っている言葉にあのちょっとね、敏感になったりするんですけど、ハゲをね、隠す人もいれば、かつらで隠す人もいれば、ハゲを受け入れてあの生きてる人もいるんですよ。 で、そのハゲを受け入れて生きてる人、確かに20代だったかななんかハゲの人で、あのー、なんだろうな。あ多分アベプラだったかなアベプラじゃなかったかなそう。まあなんかインタビューでね、そのハゲにでなんか生きるみたいなね。なんか若ハゲでなんか生きるみたいな、なんかその,なんかその話を聞いてたんですけど、その人が言ってたのが、あのー、ハゲでもかっこいい奴はいると。 だから、あのー、そういうかっこいい男になればいいんじゃないかと。まあ、実際に僕も好きな俳優さんいるんですけど、あの、トランスポーター出てる、誰だっけな。もうこの人僕めっちゃ好きなんですけど、トランスポーターに出てる、あのー、フランスの人か。フランスの人主、主役。この人めっちゃかっこいいんですよね。あ、ジェイソンス・ステイサムだ。 ジェイソン・スティーサムめちゃかっこいいんですよ。<laughs> ハゲなんですね。ハゲだけどクソかっこいいんですよね。逆にハゲが性に合ってるというか何なんだみたいなね。まじ、ジェイソンめっちゃかっこいいんですよね。僕好きなんですよ。多分ジェイソンの映画ほぼ見たんじゃないかなと思うんですけど。めちゃめちゃ好きですね。うーん。まあもちろんね、まあ、それでもうね。いや、そ、うそう、だからそれこの話をするとね。 いや、ジェイソンはジェイソンじゃないかと。かこの話をすると、それは外人だからかっこよく見えんだ、みたいなね。俺は外人じゃないし、日本人だし、どのこうのとか言うわけなんですけど、大事なのは、その人が言ってた心の持ちようってことです。うん。かっこよく生きよう。それでいいじゃないですか。ハゲでも。うん。ハゲでも正々堂々と生きよう。その考え方でいいんじゃないかなと。そっちの方が、なんか生きやすくないですか毎回毎回、 いや、ああだこうだ。俺はできない。あいつは特別だ。とかね。うん。あいつはどうのこうの。っていう指さす人生と、そういう指さす、比較対象してほしいですけど、じゃあそれずっと指さす人生と、なんだ、そうやって生きようと、かっこよく、ハゲでもかっこよく生きようと思ってる人、どっちがかっこいいですかどっちがダサいですかどっちがかっこいいですかいつもね,ね。あいつばっかりとかね。金持ちばっかりとか。 悪いことしてんだろうとか、そ,れそういう指さしてる人とね、あのじゃあ俺も金持ちになってると、やってやるとね、見返してやると、頑張ってる人、どっちがかっこいいですか。うん。まあ人それぞれ生き方があるんで、あの別にどっちでもいいと思うんですけど、僕はあの指をさしてるような人生はかっこ悪いと思います。クソダサいと思いますね。うん。 でもなんでこうなるかっていうと、まあいろんな心理学でもいろいろと話されてる部分はありますけど、やっぱ自分をね、守りたいんですよね。うん。なんかそれを言うことによって自分が正当化されるというか守れるというか、人のせいにすることによって、まあ自分を担保できるというか、うん、それでなんか、あの、逆に言うと生きやすくしている。でもその生きやすいっていうのは僕は本当の生きやすさなのかなと思いますね。何も変わらないんで。 だって何も変わらないことに生きづらいって言ってるわけじゃないですか <laughs>、ね。収入が変わらないことに対して笛不ま不言ってるわけじゃないですか。シンプルに稼げばいいし、今と昔は違って、いくらでもできるわけじゃないですか。うん。だネット15年見てますけど、本当に今は何でもできますよ。でね、あの、久保さんの動画見てるんだったらなおさらなんですけど、麻雀店のおっさんがね、 3年で1億ですよ。こんな嘘のような本当の話があるわけですよ。これで私もできませんっていうのは僕はないかなと思います。これは今の、今の久保さんを見ている人からするとそう思うかもしれないですけど、僕はダメダメだった時の久保さん、一番初期の久保さんから僕は見ています。うん、本当にできないのかと。久保さんは全くできなかったぞと。<laughs> うん。 ででききなかったけどるもう一度言いますね。できなかったけど、できることはやってました。何かっていうと、コメント書きまくってましたね。コメント書くってみんなできません <laughs> 広島の久保ですみたいな。おはようございますみたいな。あの久保哲郎コメントラッシュね。でもコメント誰でも書けるでしょ。久保さんは何も稼げてなかったけど、できることをやってましたね。 うん、で、そのできることが増えた。その結果、今は、できることが増えて、あの、福利でね、金利で飯食えるまでになったと。それだけですよ。できないことができるようになった。昔はできなかったと。マージャン店でね、あのー、経営してるときはね、福利、1ミリもないですよ、そんなね。あ、福利というか、金利か。金利で飯食うとかね、100%ないですよね。100%。もはや借金の利子払ってるような状態ですから。うん。 単純にできないことをできるようにすればいいだけじゃないですか。で、それを、ああだこうだね。あの人だからとかね。こうだからとか言っても仕方ないのかなと思いますね。少なくても事例が目の前にあるじゃんと。で、僕たちこんだけやってるし <laughs>、こんだけ目の前にね、事例があって、ね、すごくわかりやすい反面教師というか、なんやろうな、反面教師ではないか。 うん、それも、それがあってもやらないんだったら、もう、どうしようもなんないんじゃないですか。うん。だ僕もね、もう、ずっと稼ぎ続けてね、10年、20年稼ぎ続けて、再生数100でも自由に生きられるっていう証明をね、僕はしていこうかなと思うんですけどね。そう。だ逆に言うと、なんか最強、まあ、他の人が絶対できないような、うん、なんだろうな、うん、マーケティング まあ他の人が絶対できないようにではなく他の人が絶対出さないような本のマーケティングですね <laughs> 再生数100でねあの1億稼ぐとかね多分他の人が本出せないじゃないですかそんなのいかに再生数を上げるのかいかに多くリーチしていくのかなんでうんまあいろいろ申し上げましたけどできないことをできるように 着実にしていけばいいんじゃないですかねはいいってらっしゃい